はい、ズームパートナーの大森です。今回はですね、金木犀のお話というような感じになりますね。花をですね、最大のね、花芽をつけるというようなね、感じのお話をいたします。チャンネル登録もですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでね、早速話の方をしていくんですけれども、金木犀ね、皆さん大好きというようなね、感じだと思います。多分ね、まあこれもね、動画まあまあ再生されるんじゃないかというふうな感じですね。いつもね、マニアックなお話してますんでね、マニアックな話聞きたい方ね、チャンネル登録ぜひともしといていただきたいんですけれども、今回ね、金木犀のお話というところでね、今回も絵を描いているというふうな感じですね。金木犀はですね、新枝咲きと言われているものでですね、今年伸びた枝に今年のお花がそのままなって今年咲いて終わるというような感じですね。ですんでね、まあ3月4月5月ぐらいでね、こうビヨンと伸びていくんですけれども、その伸びた枝にですね、今年秋ですよね、お花が咲きます。それで終わりと、そういうね、お花のサイクルになっているというような感じですね。まあ旧枝咲きと呼ばれているね、サイクルもあってね、今年花芽がついたものが来年の春お花が咲きますよというような感じのものもあるんですけれども、金木犀はね、そういう種類じゃなくて、新枝咲きと今年伸びた枝に今年の花芽がついて、そのまま今年咲き終わりますよというふうな感じになっております。今年伸びた枝にですね、花芽をつけるんですけれども、2年目3年目の枝にも花芽をつけますよというような感じになります。ですんでね、まあ実際どこの枝になるかっていうのはなかなかね、この判断が難しくなってくるっていうふうな感じではあるんですけれども、まあ新しめのね、枝に基本的には花芽がつくよというふうな感じになります。で、次がね、これ重要でですね、強く伸びる枝にはあまり花芽をつけることはなくて、弱く伸びた枝に多くの花芽をつけますよというふうな感じになります。花芽をですね、つけないというわけではなくて、つきにくいと。これ絵でもね、金木犀の花がね、表現しにくくてですね、強く伸びてね、こう縦にね、ピューンと強く伸びた 絵をね、描いているんですけど、これね、ちょっと2個か3個ぐらいの感じでね、描いているんですけれども、弱く伸びた枝の方にはね、これ全部のところにこの花が咲いているよというような感じでね、一応描いてあります。この絵のところにもね、描いたんですけれども、強く伸びた枝は花が少なくて、弱く伸びた枝に多くの花芽がなりますよと。これをね、覚えておいていただければですね、かなり金木犀のね、このお花っていうのをね、一番ね、楽しめるんじゃないかなっていうような感じになります。で、金木犀ね、よくね、結構皆さんね、こうボンボンって切っても大丈夫ですよって、僕のね、YouTube のチャンネルでも言ってるんですけれども、防芽力が強いので、刈り込んでもいいですし、それなりにね、かなり強く切っても大丈夫ですよと。いうようなね、感じになります。これね、伸びすぎちゃうっていうのがね、金木犀あってね、他の木もあると思うんですけれども、それをね、もう高さをね、ボーンと下げたいよとかね、一回ね、この幅をビュって詰めたいよとかね、なんかね、もうそのね、お庭に合わせてね、なかなかね、その大きさを保つっていうのはね、できなかったりとかね、大きくなりすぎちゃったよ、みたいな感じのこともあります。で、その時にですね、金木犀ね、かなり強いんでね、強く切っても耐えられるというような感じですね。たまにね、他のね、私ね、YouTube のね、この植木屋さんとか庭師さんとかのね、動画を見るんですけど、たまに見るんですけれども、なんか強く切ってません?みたいな、こう切りすぎじゃんみたいなね、コメントを書かれている方がいるんですけれども、まあね、その状況に応じてね、その植木屋さん、庭師さんね、もちろん知ってますんでね、普通ね。ですんで、その状況に応じてね、そのお客様とお話しして枯れない程度に強く切ってくださいと。これなら枯れませんから大丈夫ですんで、やっているのにね、切りすぎじゃないかな。こんなんやりすぎだよみたいなね、僕のね、動画でもね、何回かね、このコメントいただいたことあるんですけれどもね、大体そういう方はね、もう何でもかんでも予知してね、全部お見通しだよみたいなね、方が多いんじゃないかなと僕はね、思っているんですけれどもね、まあそんな感じでね、状況に応じてね、基本的にそれやってますんでね、その状況の背景はね、なかなかね、この動画の中では言いにくいっていうのはありますんでね、まあこんな感じで強く切りましたけど大丈夫ですよぐらいの感じにね、普通はしているというふうな感じですね。まあ大体ね、そのね、切りすぎだよってコメント書く方はね、世の中のことを全部わかっているというようなね、感じ方が多いんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあそんな感じでね、防芽力が強いんで刈り込んでもいいですし、かなり強く切っても枯れることなくね、耐えきれるよというような感じになります。ちなみにね、強く切るのね、梅雨前後ぐらいがいいですよというふうな感じになりますんでね、もうね、ちょっと7月、今ね、撮影して7月なんでね、もうちょっとね、やめといた方がいいんじゃないかなというような感じになります。で、伸びた分よりも切らない程度に刈り込むことによってですね、全体に花芽をつけることが狙えるよというような感じなんですよ。これね、要するに、先ほどのね、話をの要点をまとめたような感じになるんですけれども、強く伸びた枝にも花芽がなります。ただそれにはね、あんまりついてないっていうような感じになってですね、弱く伸ばしたいわけですよ。強く枝をね、ビューンと伸ばしたらそれには花芽がつきにくくてですね、強く伸びるのは強く切ったら強く伸びます。これはですね、木がその今までね、このね、全体量100のね、葉っぱがあって100の光合成をしていたのに20にさせられちゃったよ、強く切られたから。
で強く切られて20にさせられちゃったから早く100に戻らなきゃいけない、強く伸びようっていうような感じのね反応になりますんでね。そうしたとしてもですね、まあね、花芽がね絶対ならないよっていうわけじゃないんで、なるのはなるんですけれども、そうじゃなくてですね、伸びた分よりも切らないということでですね、全体的にねちょっとだけ切る、伸びた分がこのぐらいだとしてもね、ちょっとしか切らない、ちょっとさーっとね、ちょっと全部の枝さーっと切ったよみたいな、さーっと刈り込んだよみたいな感じにするとですね、切られたところから伸びますんで、ちょっとだけね。そうするとちょっとだけ伸びたっていう、そこに花芽がいっぱいつきまして、2年目3年目の枝にも花芽がつくっていうことはですね、それを繰り返すとですね、そこのちょっと伸びたところがね、あんまり伸びてなかったとしても、そこにいっぱい花芽がなるよねというようなね感じの理論になっているというような感じです。伸びた分よりも切らない、伸びた分切るよね普通って思うんですけれども、これね、今回の話はですね、金木犀の花をですね最大マックスまでしたいよっていうような方向けのお話になってますんで、いい側面もあるし悪い側面もあるよというような感じでね、いい側面は花芽が全部見れるよというような感じで、今から悪い側面を話していきます。悪い側面はですね、少しずつ大きくなっちゃうよ、伸びた分より切ってないってことは、またさらに大きくなる、大きくなる、じわ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 大きくなりますよっていうような感じのお話になります。ただしお花は最大ですというような感じですね。で、あとはね、その枝抜きとかを基本的にはもうしないで刈り込むだけにしますんで、なぜなら2年目3年目の枝にも花芽がねなりますんで、どこの枝になるかっていうのはね、なかなかちょっとねこう判断しにくいっていうような感じになりますんで、枝を取らない方が花芽がつく可能性が高いというところで枝抜きはしない。そうすると病害虫がたかる可能性がありますよというふうな感じになりますね。ですんでね、このもう大きくなりながら病害虫がねどん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 集まってきちゃうよっていうね、もうデメリット2つ。もう1個ね、数年に1回切り戻す必要があるよ。だから要するに任意のね、その本当はこのぐらいがいいんだけれども、花を楽しむためにじわじわ大きくなっちゃったよ。だからもうそこまでギュッと戻さないといけないよ。でも戻したとしてもですね、やっぱり包芽力っていうのはかなり強いんで、一気にねビューンって伸びるは伸びるんですけれども、そこでも少しは花が楽しめます。ただしストレスは木にとってはかかっているという風な状態になりますんで、僕としてはですね、あんまりねこのやり方おすすめじゃないんじゃないかなとは思うんですけれども、一応ねこういう風にやるのが多分、一番のそのね花を最大化する方法としては正解なんじゃないかと。ただね、庭木のレベルで言うとね、正解かどうかっていうのはちょっとね、言いにくいというようなね感じだと思います。で、ちなみにね、その花を最大化するのでね、切るタイミング、ベストはですね、花後ですね、花が終わった後にあんまり刈らないで、こうあんまり刈らないで刈り込む。でそしたらまた次の年じわっと伸びますんで、そこに花芽がついてますんで、伸びたところは切っちゃいけないと、基本的にね、金木犀は。そうすると切ったらそこの花全部なくなっちゃいますんでね。なんで伸びたら切らない、花が終わったら切る、こういうサイクルにしとくとですね、花は一番楽しめると。で枝抜きはですね、あんまりしない方がね花は見れるんですよ。まあそれもね、要するに枝が多い方がそこの枝に花がつく可能性があるからというふうな感じになります。花芽がね今年ついて今年そのまま咲いちゃうんで、その花芽がねついたかどうかっていうのはなかなかねやっぱ難しいんですよ、正直ね。なんで花芽がしっかり分かって、それは残してついてないやつ切りますよみたいなのができないんですよ。だから全部の枝を残しておいて、やんわり全体的に大きくなる程度にやんわりファーンとね、あんまり刈らないでこうやっとく。だからじわじわ大きくなるけれども、花が一番大きくなって病害虫もね集まってくる可能性があるというような感じになります。でね、この要するにですね、庭木なんでね、なかなかこういう風にはねできるっていう家の方がね少ないんじゃないかなと思いますんで、花後に伸びた分を刈り込んで軽めの枝抜きをするっていうのが多分一番、いいんじゃないかなっていうね、実際のね実務上ではね、そういうような感じに大概なってるんじゃないかな。まあもしくはね、刈り込むだけで終わりにしてる、何年かは刈り込むだけで、まあ何年かに一回ね軽く枝抜きしてあげるっていうような感じがね、実務上ではかなり多いんじゃないかなと。でね、タイミングとしてはね、やっぱりね、花が終わった後に切ってあげるっていうのが、いいと。で、まあ、その、要するに庭木でね、育てて庭木で楽しむわけですからね、そのスペースはね、もう無限大で、金木犀も特会引っかえ無限大だよっていう意味はね、ほとんどないんですよ。だから、もうここに植わってる金木犀を大事に育ててね、まあ、かなりね、お花も楽しみたいけれども、大きくもしたくない。ということはですね、やっぱ花を楽しんで、その後ね、伸びた分を刈り込む。で、数年に一回ね、軽く枝抜きをしてあげる。あんまりね枝抜きしすぎてもね、まあその花がねどこになるのかっていうのもありますしね、
その葉っぱの量が一気に減っちゃうっていうストレスっていうところもありますね。特にね、あの常緑樹なんでね、まあその辺気にしてあげるとね、やっぱりね、花後に伸びた部分を刈り込んで軽めの枝抜きをね毎回してあげるっていうぐらいの感じでいいんじゃないかな。要するに枯れた枝取ってあげるっていうのでもね、全然大丈夫だと思いますんでね、そのぐらいのレベルのお手入れで大丈夫というふうな感じになります。ただしその花後っていうのはその秋にねお花がねなって、その後刈り込むっていうふうな感じのお話になりますんで、それで刈り込んだ後来年その次の年の春はねもう伸びるんですよ。伸びたら伸ばしっぱなしです。で花まで楽しむためにそれはそのままにしといて、花が終わったら切り戻す、こういう感じのサイクルになりますんで、金木犀って一年中なんとなく伸びてるよねみたいな感じにね、あの見られることがあると。で春にこうやって買っちゃうとね、花かなり減っちゃいますんで、まあ花楽しむんだったらね、まあここのぐらいまで譲歩するというかね、まあそのね、なんていうんですか、もうね、どっちかどっちかみたいな感じかっていうよりはね、まあこのぐらいでね、まあ愛の子ぐらいになるんじゃないかなと思いますんでね、花後に伸びた分を刈り込んで軽めの枝抜きをしといていただければですね、ある程度お花も楽しめますし、ある程度スッキリも見えますっていうところでね、ある程度木にもダメージが少ないよと。いう風な感じになりますんでね。まあこんな感じでいいんじゃないかと。もうすでに金木犀刈り込み終わっちゃったよっていう方ね、ほとんど花見れないと思うんですけれども、ある程度はあると思います。ある程度ってね、もうかなり少ないと思うんですけれども、なぜなら2年目、3年目の枝にもお花がね、なりますし、中の方でね、伸びて外まで届いてない、この刈り込んだラインまで届いてないっていう枝もね、あったりしますんでね、絶対にね、ゼロになりますよっていうお話ではないんでね、まあそれでもね、いいよっていう方はね、それでもいいのかな。ただね、やっぱお花がね、なるけどね、お花ある程度見た方がいいんじゃないかなと思いますんでね。まあ私としてはね、そんな感じで、極端に言うとね、あんまり切らなくてですね、あんまりやらない方がね、花がマックスになるんですけれどもね、これちょっと極端すぎますんで、花後に伸びた分を刈り込んで軽めの枝抜きというのが、まあおよそね、庭木としては、丸なんじゃないかなと思いますんでね、まあこんな感じでやっておいていただけたらなと思っております。ということで本日は金木犀のお話をしております。チャンネル登録までですよという方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。